構造が1768年作第5代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュは、イギリスの貴族、政治家、ホイック等所属。1748年から1764年まで、ハーティントン公爵の儀礼称号を使用した。第4代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュと、第6代クリフォード女男爵、シャーロット・キャベンディッシュの息子として、 1748年12月14日に生まれた。1754年12月8日に母が死去するとクリフォード男爵位を継承した。1761年9月22日、貴族の一人としてジョージ三世への戴冠式に参加した。1764年10月2日に父が死去するとデボンシャー公爵位を継承した。 1766年から1793年までアイルランドオークラ教徒コー総督を務めたほか、1779年に大佐としてイギリス陸軍に入隊、1782年4月19日にガーター勲章を授与され、1793年7月3日にオックスフォード大学より DCL の学位を授与された。また、 1782年から1811年まで、ダービーシャー当館を務めた。1811年7月29日に、デボンシャーハウスで死去、ダービー聖堂に埋葬された。息子、ウィリアム・スペンサーが借を継承した。1774年6月5日、ジョージアナ・スペンサーと結婚、一男二女を設けた。1809年10月19日。 エリザベス・フォスターと再婚した。ありがとうございます。